こんにちは、速稼塾の久保です。なんか思った通りにできないって結構苦しいですよね。不幸を感じることがあるとしたら、なんか強制的にやらされてるとか、仕方なくそうせざるを得ないとか、そういうことじゃないかなと思うんですよ。まあ、私にとって重大なことはね、渋滞なんですよ。渋滞、車で走ってて、なんか思わず渋滞にポコンとはまって身動き取れないみたいなね、あれ嫌ですね。まあ、だからね、田舎道走るのがとっても快適ですね。もうすれ違う車すらないみたいなね、そんなところがいいかなと思いますし、あとバスとか電車待つときに並ぶやつあるでしょ、あれも嫌ですね。並んでるとね、なんかお腹痛くなっちゃうんですよ。でトイレに行くとまた後ろから並ぶようになるでしょ。もういい加減にしろと思っちゃいますよね。まあ、つまりそうせざるを得ないといけない状態、そうしないといけないような状態に陥ってしまうことっていうのが、まあ、私に限らずほとんどの人にとってはやっぱり、ね、ストレスなんじゃないかなと思うんですよ。朝必ず起きてどっかにね、決まった時間に出勤しなければならないとかね、月末になると支払いを気にして残高を調整しなければならないとか、あと借金の返済、その日が近づいてるんでお金を用意しなければならないとか、まあ、お金がないから何々できないとかね、まあね、彼女がいないから何々できないとか、まあ、いろいろあると思うんですよね、そういうのがね。じゃあ思った通りにやろうと思ったら何が必要かなと思ったら、例えば元気に走り回る体力が必要だったりしますよね。あちこち飛び回っていたいけども腰が痛い、足が痛いとかになったらできないじゃないですか。だからやっぱり健康ってものが大事になってくるのかなと思いますし、まあ、あとね、本当だったら、まあ上級ですよね、上級定食食べたいんだけども上級定食食べられないから波にするとかね、本当にちょっとした幸せを味わおうと思ってもお金がなきゃできないとか、お金がないから安い方で我慢するみたいなことになったり、でしまいにはね、こっちの方でいいんだ、これが安いものがいいんだみたいな自己正当化が始まっちゃったりね。でも本当にお金とか他の条件がなかったら何を選びますかっていう時に、今の状況とは違うものを選んでるとしたら、それはやっぱり我慢してるんじゃないかなと思うんですよね。R34乗りたいなと思ってる人はたくさんいますけども、乗ってる人は限られてます。なんで限られてるかっていうと、 R34 が高騰してるからですよね。だって R34 が売れた数イコールもしくは小なり R34 に乗りたい人みたいな公式ができるとしたら、 R34 は値段が上がらないと思うんですよ。台数に対して欲しい人が多いから値段が上がるんだと思うんですよね。まあ、そういう感じで価格がついてるってことは、欲しくて欲しくてしょうがないけども買えないっていう人がいるってことなんですよ。よくね、カープのチケット転売問題ってあるんですよ。カープのチケットが20万とか30万でなんか転売売りされてるところに、こんなことされたら、こんな転売とか許したら本当に試合が見たい人が見れないじゃないかって怒る人がいるんですけども、いや本当に見たい人が20万30万払ってるんでしょってことになるんですよ。別に見たくもないけど、まあ20万30万払ってみるかって人いないですからね。でそう考えたら非常にね、悔しい思いをしてると思うんですよ。ただお金がないがゆえに思い通りにならない人っていうのはね。だからやっぱりお金の問題を解決する、人間関係解決する、でいろんなね、体力ですとか知恵とかこういったものを、まあ、積み増すことによって、まあ、仕方がない問題っていうのはね、仕方がなくないようにできればいいなと思うんですよね。まあ、会社勤めしてると、まあ、会社の方針に従わなくてはならないから、自分の思った通りにできないと思うんですね。だから上司や先輩に文句言ったり、経営者に反旗を翻したりするのは、まあ随分お方違いだと思うんですよ。その会社に頼んでね、入れてもらっといて、入ったがいいことにわがま放題、サボり放題、ね、搾取し放題みたいな人がいるから、企業の体質ってのはどんどんね、衰えていくんだと思うんですよ。入社した瞬間にその会社の人員となってね、全ての利益をきちんと出してくれれば、その会社の状態良くなって社員の待遇とか環境整備にもう余念がなくなると思うんですよね。だからそのロジックなんですよ。やっぱり会社儲かってたら社員に還元できますからね。儲かってないから還元できないし、儲けさせてくれる社員には還元したくないですしね。だから金の卵みたいに、あなたがいないとダメなんですみたいな人になったら、やっぱ待遇はどん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 良くなると思うんですよね。まあそれでね、なんかここまでお話してまとめるとすると、結局あれなんですよ、決断と責任なんですよ、ね、決断をして決断したことに対する責任を取れればどんどん前に進んでいくんですよね。
責任取りたくないから決断もしない、だから言われたことだけやる、言われたことをやるのが一人前のことではないですからね。世の中にはね、こういう人がいるんですよ。言われてもやらないやつ、言われたら動くやつ、言われなくても動くやつ。誰が欲しいですかって聞いたら、多分言われなくても動く人が欲しいですってみんな言うと思うんですよ。じゃああなたはそういう人ですかって聞いたら、いやちょっとになると思うんですよね。これが全ての答えじゃないかなと思うんですよ。自分が経営者だったら自分自身を雇いたいですかってことなんですよね。もうまさにそこですよね。いや俺がもう一人いたらすごい会社になるぞと思うんだったら自分一人で会社やればいいんですよね。余計な人員いないじゃないですか。うん、だからね、集団でやることっていうのは実は自分の採点が甘くなっちゃうんですよ。見えないから、原因が結果が。で、自分が頑張ってるのになんで自分は認められないんだろうみたいな、お門違いなね、自己評価になっちゃうんですよね。うん、だから不満があるなら、不満のない状態に自分を決断と選択で持ってね、持っていけば、いい責任の取り方ができるんじゃないかなと思うんですよ。まさに、会社ってのは給料が決まってますけども、もっと給料上げろよって言うんだったらね、30万50万欲しいと思うんだったら30万50万払える会社を自分で作ればいいんですよね。まあそうは言ってもね、吉田さん、うまくいかないですよね、そんなのね。うん、久保さんだから言えるんですよ。その通りなんですよ。今の状態だから言えるんですよ。私が恵まれてない状態の時には、とてもじゃないけどね、そんなことを思えなかったし言えなかった。でもきっとそうなんだろうなっていうふうにぼんやり思ってましたね。認めたくなかったけど、自分の力がないから自分が報われてないんだろうなというふうな覚悟はぼんやりありましたね。まあ今に至ってね、50歳まで5億円稼ごうかなと思って、まあ前半の2億円はなんとかなったんですけど、あと3億円、これもなんとかなるんじゃないかなと思いますね。あと1年半頑張ってみます。それじゃいってらっしゃい。